マイケル・パトリック・レドモンドは、アメリカ合衆国、ワシントン州シアトル出身の元プロ野球選手、ウトウミギウ現在は、MLB のコロラド・ロッキーズで、ベンチコーチを務める。保守以外に、一類種、三類種としての出場経験がある。ミネソタツインズ時代1992年8月18日に、フロリダ・マーリンズと契約して、プロ入り。 1998年5月31日にメジャーデビューを果たす。37試合の出場ながら118打数で打率331.2本塁が12打点をマーク。1999年も87試合に出場し打率302をマーク。2003年には聖保守イバンドドリゲスの控えとしてワールドシリーズ優勝を経験。 2004年オフに FA となりミネソタツインズと契約。2009年はジョー・マウアーが故障で離脱している間、マウアーの穴を埋めた。2010年1月15日にクリーブランド・インディアンスと1年契約を結んだ。7月16日に戦力外通告を受けた。10月4日に現役引退を表明した。その後、トロント・ブルージェイズ参加の永久 ランシングラグナッツの監督に就任した。2013年シーズンから解任されたオジーギーエンの後任として、フルス・マーリンズの監督に3年契約で就任した。2015年5月18日、成績不振で監督を解任された。2017年シーズンからは、コロラドロッキーズのベンチコーチを務める。ありがとうございます。